はい、えー、皆さんこんにちは。こんにちは。ちは,はい、えー、今回はですね、えー、相続の実務検定ということで、はい、相続手続きカウンセラーという、はい、資格について、えー、紹介をさせていただきたいと思います。思いますよろしくお願いします。 あの今回見ていただく方、まあはい、あ YouTube で流してますんで誰でも見られるんですけれども特に見ていただきたい方なんですが、はい、これは処法書士の実際に今<ー>実務やられている方、はい、あるいは、まあ、これから実務を検討されている方でも結構ですけれども、はい、より多分実務チックなこれあの検定になってますので。はい 実はやられてる方見ていただきたいななんていうふうには思っているんですけども、うん、司法書士の方ですね。なるほど、ええ、司法書士の方相続絡みます、ね、絡みみまますすねよ、はい、で実際に、まあ、私なんかはもう司法書士の先生だと、うん、まあ相続の登記でお願いする不動産登記でお願いするってイメージあるんですけどもそれ以外にもいろいろ司法書士の先生のそうですね<え>その辺のどういうふうに絡んでいくかっていうことをうん、うん、この相続手続きカウンセラー協会代表理事の米田と申します。はい 私が今から少しだけですけれども、ちょっとお話をねしていきたいと思います。はい。使用書士さんと、えー、相続もう絡むのは今おっしゃいました相続登記まずありますよね。うん、でこれが一番まあ多いと思うんですけれども、うん、結構住宅ローンが残ったまま抵当権がついたままな、うんえー、くなっているという方もいらっしゃるので,、うんでね、忘れている多いですよね。それの抵当権の抹消登記ですとか、うん、あとは戸籍の収集ですね。 相続人を確定するために戸籍を収集して今法務局である相続法定相続情報証明書、うん、これの取得、うん、また遺産分割協議書の作成、うん、そして相続人の中に認知症の方がいたら成、うん、年後継にね。 の申し立て未成年の子がいれば特別代理人の申し立てうん、うん、であと裁判所関係で遺言が実質の遺言が出てきたら権人の申し立て、うん、でまた借金が多かったら相続放棄の申し立てと。なるほどという本当に司法書士の方が絡む仕事っていうのは相続の中でも大体もう1 5五6種類ぐらいありますので切っては切れない関係だというふうには思いますねなるほどですね。はいうん まあ、確かに、あの、まあ、相続財産の中に不動産が含まれてるっていうケースはですね、うんはい、まあ、基本的に非常に多いですし。ええ。さらには、まあ、今言っていただいたような、まあ、貢献の問題であったりとか。はい、あそういったところで、まあ、手続き関わるところ、まあ、もろもろ、ありますよね。十五六種類。あ、はい、あ、あるということですね。なるほどですね。まあ、本当に司法書士の、うんうん、先生の仕事。っていうのを。 相談に来られる方お客さんというのもいらっしゃいますし、うん、どういうふうういいいいふにししててやっていけばいいんでしょうとで結構自分でしようとされる方もいらっしゃるんですけれどもやはり専門的な手続きになりますので、うん、自分でやろうとしても途中で挫折してすいませんできなかったんでお願いしますと,、うん、というふうな形で相談に来られる方が多いですね。うんうん、なるほど、はい 結構なんかあの司法書士の先生方の,の同業同士のそういった勉強会とかは割となんかその民事信託についてとかあのなんか生前のこう対策の勉強会がなんか非常に最近トレンドというか多いイメージがあるんですけども今回の検定ってこれ生前の話ではなくて相続の発生後なるほど特化した。 ななるほどまあ唯一のね資格になってます、うん、まあ生前の,その資格ですとか検定ですとかっていうのは結構あるんですけれどもその亡くなった後にどんなことをしなきゃならないかとかどういうことをすべきだどういうことを注意しなきゃならないっていうふうなことそういったものをやってる資格っていうのは まあ私の知る限りなんですけれども、まあ、この資格だけかなとも思いますね。確かに結構相続って一括りにしますけれども、うん、割とその前と後があります、ね、前とがありますよね。はい、確かに で実際にはやっぱ相続っては本当はなんか後の手続きの話を言うような気もするんですけど、うんはい、意外とその事後の亡くなった後の手続きを知らない先生も中にはいらっしゃったりしてそうすると逆に生前の対策って本当にできるのかなっていう気もしますすよねねそう,そうです、ね、まずはどんなことをしなきゃならないかということを知った上でうん、うん、こんなに大変だから生前こうやっておこうと。そうですよねというふうなのが初めて対策提案についても、うん 説得力が出てくると思いますねなるほどですね、はい、で実際にこれ相続手続きカウンセラーのあのこれ、うん、テキストになるんですけれどもこ,、はい、これ先ほども見させていただいてたんですけれども、はい、かなり量がありますよね、はい、だいたい全部で200ページぐらいございますで内容としては本当は相続の手続きって108種類ぐらいあるんですけれどもその中でよく出てくる50 種種類です、ね、50種類ででですすねねもかなり多い言いますけども僕が今帰りに亡くなったらですね、うん、うちの嫁さんは47種類の手続きを明日からやらないといけないというふうに一覧表でチェックするとなってますからそういうふうな一般的な手続き、ね、よく出てくる手続きについてまとめた、うん、まあ虎の巻と言ってもいいぐらいですね実務で出てくる内容だけを 特集しておりますこの50の手続きの中に先ほど言われたあの司法書士の方がやられる手続きはほとんど含まれてらっしゃるっていうイメージですか、ねはいはい、そうですねどういうことをしなきゃならないとかうん、うん、まあもちろんその司法書士の、うんえー、実務書ではありませんので、うん、どういうことを ね、登記の書き方はこうですよとか申請書の書き方はこうですよ、うん、っていうようなことは書いてないんですけれどもど相続登記でこういう書類が必要ですとかこういうところに提出しなきゃならないうん、うん、でこういうところが注意点ですというようなことまた相続登記以外にもこういうような手続きが司法書士の仕事なんだっていうふうなところを最後のですねここの108の種類の こういう一覧表があるんですけども、はははははちょっと司法書士って書いてあるところ、ちょっと指で指してもらっていいですか。どんだけあります。司法書士、はい、あ、この辺全般ですね。そうですね。あとこっちもありますね。そうですね。 意外と、ね、ああああ結構家庭裁判所系の仕事ですとかうん、うん、法務局系の仕事またはその戸籍の収集ですとか、まあ、いろんなところで司法書士の仕事というのが出てきますのでうん、うん、実際我々もそういったまあ専属業務というのはできませんからお客さんから依頼をされてやらなきゃならない手続きというのは一緒にやっている司法書士の先生にお願いをしてやっていただくと,、うん、となるほどというふうなことで。 えー、うちの提携してる司法書士の先生なんかはほぼ毎日ですねうちの事務所に来られていろんな書類を預かったりとか渡したりとかやり取りっていうのをさせていただいてるというのが実情ですなるほどですね、はい、分かりましたこの相続手続きカウンセラーというまあ資格を、まあ、受けていただいて周辺知識相続手続きに関する周辺知識をつけていただいて、はい、まあさらにこう実務的にステップアップしていただきたいと。はい こういった形かなと思うんですが、これ実際にあのこれ養生講座をレックのオンラインショップから申し込めるわけなんですけど、はい、申し込んだ後っていうのはどういう形になりますかね？まあ、申し込みをねしていただくと、はい、こちらのテキスト200ページのテキストとあと DVD ですね4時間をかけて私がこの内容を、えー、ポイントを説明しております。そして相続の相談の実際の風景ですねっていうのをまあ2人なんですけれども。はい 相談役とお客さん役とというふうな形で本当の相続の相談はこんなふうにして対応したらいいというようなことをもうね実物さながらに、はい、やってますねやってますだからそういった結構3四4 0分やりましたよね40分ぐらいやってます、はい、そういう相談の風景っていうのもぜひ見ていただいて、うん、どういうふうな言い回しで、えー、答えてるのかとかねっていうところら辺もやっていただきたいなとまあその DVD とあとレポート用紙が届きますそれは丸松問題の50問の、えー、レポート用紙になってますのでテキストを見ながらで結構ですのでそのレポートを解いていただいて協会の方に送っていただくと。協、うん、会の方に送っていただきますと、えー、合格された方には認定証というのをお送りをさせていただきます。うんうん はい分かりましたこれでそこの検定を取っていただいて、はい、でその後のフォローとかも何かあったりとかってもちろん、はいうん、準備はしております、まあ、状況近くでもあるんですけれども取っていただいた方には、えー、毎月メールマガを発信させていただいて、うん、内容がですね毎月新しい情報というのはどんどん出ていってますのでその毎月の新しい相続に関する情報周辺情報、うんまあ、これの、えー、コラムを、まあ、23本ですね それとおすすめの相続に関する本、うん、書籍ですねそれとあと動画ということで、まあ、いろんな研修会での撮影風景ですとか、うん、最新の相続情報ですとか、うん、まあ今回なんかでいうと海外の相続の事例とかね、うん、まあそういった実務に役立つような映像ですね、まあ、これとあとセミナーの案内とかですね、うん、っていうのをえ毎月お送りするというふうん、風なまあ会員さんに関してはそういうふうな形でえまあフォローしていくと。 一回取って終わりというよりもやはりあの実もをやっていく上では新しい情報というのを仕入れていくことが大事ですし今のお客様は本当にインターネットで何でも調べてから相談に来るということもいらっしゃいますのでそれ以上の知識というのを知っておかないと聞かれた質問の内容もわからないということであればやはり信頼感がね 一気に失ってしまうというなんか危険性がありますので、それはせっかく司法書士のね資格を持ってるのに聞かれてわからないっていうのはもったいないなとそんな,な思いがしますので、ね、なるほど。はい、まあ確かにあの司法書士の先生ですと当然民法はお詳しいですし、はい、ええ当期の知識も終わりでいらっしゃるんですけれども、はいうん、ただこの手続き周りに関してもかなりあのー、もうおまあ相続財産なんかに関しても多様化してきておりますし。 結構金融資産のところとかも、はい、なかなかついていけないようなこう新しいもの、うんうん、それこそ仮想通貨の手続きが出てきたりとかそ,、ね、まあそんなこともあると思いますので、はい、まあそういった周辺知識のブラッシュアップですね、はい、えしていただきたいなとでもちろんあの法改正にも対応しておりますので、はい、えその辺もあも民法のお相続法の改正にも対応しているという形になっておりますので6月にあの、はい、再編しましたので、はい、あの民法の改正にも対応したものになっております。はい じゃその辺も安心いただけるということですかね。わ、はい、かりました。ではあのぜひ司法書士この資格でまあ、相続実務これをさらにこうブラッシュアップしてやっていっていただくと、はいったところでこの相続手続きカウンセラーの方。 ぜひお申し込みいただければというふうに思っておりますはい。またなんかどこか講演会とかもいろいろあるのでレックさんの受講生の方とかはお会いする機会が多分あると思いますねはい。じゃあその時は飲みに行くということでよろしいですかはいぜひぜひまたお会いできること楽しみに楽しみにしてます申し込みをしていただくこともぜひしてくれたら嬉しいですはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました